皆さんこんばんは、杉野陽介です。ですね、今夜の9時30分から東京 FM さんにて杉野陽介の今夜もオフトークが、放送されます。ですね、今夜はどんな放送になってるでしょうか。僕も楽しみで一緒に聞きたいと思っております。お楽しみに。杉野陽介の今夜もオフトーク。こんばんは、俳優の杉野陽介です。これが配信される日は、11月最後の火曜日。てか11月の最後の日じゃないですかこれって。ね、やっばもう終わんのか。11月、やばい、あと1ヶ月。いや今日ね、前回こう芋の話をたくさんさせてもらった、芋の話をさせてもらったっていうか芋を紹介させてもらったんですけどね、今日ね芋買ってきたんですよ。1個300円の芋美味しかった。ね、中トロトロで、焼き芋っていうのね、正直言うとあんま食べたことなかったんですよね。あ、これが焼き芋なのかって、なんかそれを知ったらちょっとね、興味湧きましたね。あそこまでのクオリティに個人だとどうやったら持ってけんだろうっていう追求心みたいなちょっと出ちゃったかもしれない。いやー美味しかったね、焼き芋。今日僕朝、これまたちょっと違う話になるんだけど、これ絶対言いたいなって思ったことがあって、今日ね朝、8時15分に家出てるんですよ。で今日今何時これ、18時半でしょ。収録してる時はね18時半で、10時間以上経ってるんですけどね、今日ね仕事した時間40分ですよ。すごくない？いやだからそう、長野だったんですね。で長野で今日ワンシーン撮影だったんですよ。新幹線で飛んで用意して、いざっていう時になんか今日ワンカットで終わって、そう40分くらいでって、あーこうやって生きるっていう選択もあるんだなーってなんか思ったよねだから今日ちょっと元気っすよ俺そうでもなんかこのね、なんかこの話だけでほんと 2,30 分いけそうだからちょっとやめよっかなんかさ、でも思うんすよ。例えば長野じゃなくて名古屋に行って帰ってきたんだよねとかっていうのって割とさ、あそうなんだってなるんだけど、俺の中で長野行って帰ってきたんだよねっていうのって結構すごいことだなって思うのはなんでなんだろう。1時間半くらいっていうのは変わらないですけどね。いやー、この世にはまだまだ不思議がたくさんありますね。はい、さて今日はこんなメールから。山口県18歳ラジオネーム翔香さん。陽介くんこんばんは。私は陽介くんの顎が大好きな専門学生です。恋です。ヤンキーくんと白杖ガールを見て毎週ギュンギュンさせてもらっています。そこで質問なのですが、大きい声ではっきりと喋るときに心がけていることはありますか？私には自動車整備士になるという夢があるのですが、説明をするときに緊張してはっきりと喋ることができません。心がけていることがあれば教えてください。いや笑っちゃった顎なんかこの顎が好きなっていうそのフレーズパワーワードすぎて、その後の恋ですを見て毎週ギュンギュンとかっていうのもどこ見てんのっていう風に受け取っちゃったんだけど大丈夫ですか顎見てギュンギュンしてんのかなとか思っちゃったんだけど大丈夫かな大きな声ではっきりと喋るときに気をつけてること。最近大きな声出したっけな。ないっすよね。あります？大きな声出すなんて。いやほんと僕とかはこう仕事柄ね、叫んだりっていうこととかっていうのはあるので、あるけど、自動車整備士が大きい声を出すんだ。オラエオラエみたいな。え、あ、単純にハキハキと喋るってこと？大きい声っていうのは何ですか？だから普通のトーンどういうこと、ちょっと分かんない俺。ここ打ち合わせ必要でしたねわかんないこれ。でもってまあそれ切り離して考えると、大きな声は芝居とかだったら出すことありますよ。
でこのクエスチョンに対してだけど、大きな声ではっきりと喋る、あ、だから叫ぶとかそういうことじゃなくて、ちゃんと喋るっていう意味のそれね。あ、なんか日本語って難しい。いやー、いやだから伝えるってことなんじゃないですかね。でもなんか大きい声で緊張するとかっていうのっていうのは、意外とこう意識が相手に行ってたりする場合が多いですからね。自分がどう見られるんだろうとか、こういう自分恥ずかしいなとかっていうのがそういう表れだったりとか、まあそうじゃない理由もあると思いますけど、そうですね、自分がどう伝えたいかとか、相手にどう説明したいかとかね、なんかそういう立場になって考えたらちょっと状況が変わったりするんじゃないかなとか思ったりしますけどね。でもわかりますよ、僕もね、小学校の時とか赤面症がひどかった。小学生の頃とかみんなの前で喋る時にも顔真っ赤っかになって、わかるけどね。でもそういう時もね、結構自分がちゃんと伝えるっていうことを意識したら結構こう改善されてったりしましたけどね。こんなところでどうでしょうか。ラジオネーム翔歌さん、メッセージありがとうございます。では曲いきますか。今日の1曲目はですね、世界の終わりさんで、スノーマジックファンタジー。杉野陽介です。さあ、今日はですね、ちょっと音楽寄りなこんな企画をお届けします。題して、杉野がセカオワさんに告白プレイリスト。今日はですね、僕が大好きなセカオワさんの曲をたっぷりお届けしたいんですが、ただ曲をかけるだけでなく曲に告白しちゃいます。曲の擬人化、その曲の好きな部分をバシッと伝えて告白曲紹介をするというものです。いや、なかなかね、こうなんだろう、これわかんないって方にこうちょっと例をちょっとね、こう今言わせていただきたいんですけど、例えば、なんていうか、その聞いてるだけで癒されるんです、好きです、世界の終わりでサザンカとか、いやこれなんでこんな歌詞浮かぶんすか、マジでもうこんなことされたら俺好きです、世界の終わりで祈りみたいなね。なんか今のすごく黒川っぽかったですよね。ね。いやー、ありがとうございます。そう、ちょっとだからオリジナルで告白文を考えなくちゃいけないということで、さっきねこう打ち合わせをした時になんとなくこう何伝えたいこと、こういうところが好きっていうのは一つずつね、なんかこう、リストアップしてるんですけど、それをねこの短時間でうまく文章にできるかっていうのがね、この僕の問題点なのでね、それうまくねやれたらいいなとは思ってますけどね。そう、でもね、最初の曲はねちょっとね、なんていうの、ちゃんとまずやってみようと思う、ちゃんとまずやってみようと思うっていうのは、そのいや、ちょっとずつ掴んで最後は盛大に告白できたらいいなとは思ってて、だから少しずつ慣れていきたいなっていうのはありますね。はい、ではやってみましょうか。まずはこの曲から。初めて会った時、もう一回、ごめん、初めて会った時じゃない、もう一回、ごめん、今ちょっともう本当ディレクターズカット、今のはごめん、ちょっと最初とか本当に俺 ふざけてないから、マジでちゃんとやりたいの。ちょっと初、なんかここメモで今初恋です、好きですって書いてあって、こう自分の中でさ、こういろいろこの今回のこの収録分のさ計算をしてるノート、ここに書いてあるメモと、これに対していろいろごっちゃになっちゃって、なんかあれ、ちょっと調子が良くないな。よし、ちょっと待ってね。じゃあまずはこの曲からっていうのは取れてるから、 OKOK。 いやー、そうね、初恋ですみたいな。あ、今ので行けばよかった。今ので行けばよかった。あ、いいね、じゃあ今ので行けばよかった。はいはい、初恋です、好きです、世界の終わりで虹色の戦争。セカオワの曲に告白プレイリスト、1曲目はですね、世界の終わりさんで虹色の戦争。いやー、この曲の好きなところはですね、まずね、イントロからなんか綺麗、なんかもう好きってなる、もう好き、もうそっから好きで、この虹色の戦争っていう曲は、多分僕がこう世界の終わりさんで一番最初にグッときた曲だったの。多分最初に好きになった曲だから、初恋です
っていうことなんですけどね。なんかこうとってもなんかメッセージ性が強いような気がするし、それは解釈の仕方次第かもしれないけど、でも僕すごくこれ明るい、なんかこう何百年何千年先の未来はこんな感じなんだろうなってイメージの曲なんですよね。だからそれにすっごく勝手にワクワクしてグッときちゃう。うん、でなんかこう今ね、こういろんなね多様性だったりとか、なんかいろんなものとかね、万物共存じゃないけどそういうの歌われてる中でね、なんかあいいなって思ったのがこの曲なんですよね。だから初恋、うん。では、セカオワの曲に告白プレイリスト、もう一曲いきますか。ちょっと待ってね、あ、そういう感じでいくのか。 OK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 。 でもう一回ここからでいいですか。では、セカオワの曲に告白プレイリスト、もう一曲いきますか。深い深いよ、好き、世界の終わりで夢。セカオワの曲に告白プレイリスト、2曲目は世界の終わりさんで夢。いやね、なんかね結構ね歌詞は僕分かりやすいかな、ストレートかなってこれも思うんですけどね。でも本当は夢ってさ、叶えるものじゃなくってさ、共に泣いたり笑ったりするものなんだっていうのがね、いやまさにそれだよなって思う。なんかこう誰かと一緒になんかそうやってさ泣いたり笑ったりなんかしてることが夢を叶えるってことだったんだねっていうのがストレートだったけど、うわそうじゃん、やっぱそうだよねって思って、もう僕単純なんで、あのだからあのそうグッときちゃったんですけどね。まあ果たしてそれが深いっていう告白と合ってるのかって今もう今になって疑問だけれども、なんか夢っていう概念って難しいじゃないですか。俺夢って必要なんかなとかって思ったりもするし、でもその時に夢を叶えるその過程が夢っていうのは、あーグッとくるなっていうのがこの曲だったんですよね。だからそう、今日ねこんな曲をねお届けさせてもらいました。さあ今日はですね、杉野がセカオワさんに告白プレイリストをお届けしていますが、このラジオにもセカオワに関するメッセージがたくさん届いています。例えば大阪府25歳ラジオネームともよさん、杉野さんこんばんは、このラジオが始まってから毎週火曜日が楽しみになりました。ありがとうございます。私のリクエスト曲はセカオワさんのドロップアウトです。まだ日が昇っていないくらい早朝からの仕事をしていて、辛い時によく聞いていました。杉野さんがセカオワを好きだと知り、久しぶりに聞くとその頃の記憶が蘇りました。辛かったけどあの日々のおかげで私は少し強くなったような気がします。音楽は聞く人によっていろいろな捉え方があると思うし、その曲一つでも人の数だけ違う景色があるんだろうなって思いました。私はこの曲で仕事に行くまでの暗い細い道を思い出します。今ではいい経験だったと思えるのでこの曲が大好きです。いやーわかりますわかります。ドロップアウト、なんかこれね本当朝日が昇るようなイメージなんですよね、僕はこの曲。だからなんか夜明けじゃないけど、うーんこのちょっとこのメッセージは僕もちょっと共感できますね。うーんそうね、辛いけどね、それって後々振り返った時っていやーあの時良かったなって思えるもんって分かってるんですけどね。そうそうそう、でもその渦中はねこうやって曲に励まされたりしますよね。共感です。はい。そしてこんなメッセージも。東京都59歳ラジオネーム赤いガーベラーさん、杉野陽介さんはじめまして。私はいつもセカオワの曲を聴きながら夕食を作るんです。仕事から帰ってからの家事めんどくさいと思ってもセカオワを聴くとテンションが上がって頑張れます。実は1月にはセカオワのライブチケットを取りました。この年になって人生初のライブです。セカオワを聴きながら断捨離っていうのもいい趣味じゃないですか。私は2年ほど前からじわじわとピアノを習っています。時間はかかっても弾きたい曲が弾けるようになると楽しいです。今セカオワの曲も少しずつ練習中です。いやーいいですね。いや初ライブおめでとうございます。楽しんできてください。じゃあもう一曲いきますか。セカオワの曲に告白プレイリスト、最後はこちら。あなたのそういうストレートなところ、煉獄さんみたいでかっこいい、世界の終わりさんで炎の戦士。いやこの曲はボーカルが中陣さんなんですよね。いや本当この曲ね、僕本当歌詞ストレートでとても勇気をもらってるんですよね。うん、やっぱり
頑張ろうって思える曲、ストレートにね。だからこう、まあちょっと告白の仕方やっぱり間違えましたけど、でもまあまあね、好きだっていう思いはあるのでいいでしょう。いいよね、いいっすよね。ありがとうございます。杉野陽介の今夜もオフトーク。杉野陽介の今夜もオフトーク、エンディングです。今日の放送ね、なんか今日はちょっとどうだろうな、どうなんだろう、あんまりね、なんか楽しくおしゃべりしたっていう感じでしかないんで、なんか今日ね、どうなんだろう、どうでした逆に。あー、そう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 、瀬川さんいっぱいねかけれてよかったな。でもなんかさ、こうやってやっていくうちに、あの曲もかけたいな、この曲もかけたいなとか、あのアーティストさんのあれかけたいなっていうのが出てくるのは楽しいかったな、とっても。告白っていうのは難しいね。やっぱり、自分としてはね、告白は好きか嫌いかしかないタイプだと思ってたの。なんか、好きですか嫌いですしかないからさ、ほら、なんかこういうところが好きですっていうのってなんか難しかったな。人間として深みが出た一日でしたね。何言ってんだか。はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。ツイッターもフォローして、ハッシュタグ今夜もオフトークでぜひツイートしてください。そして音声コンテンツアプリオーディでは、今夜もオフトークのディレクターズカット、ノーカット版の放送を配信していますので、そっちの次のも聞いてみたいぞという方はぜひチェックしてみてください。ということで、また来週火曜日の夜9時半にお会いしましょう。杉野陽介でした。Audi.